続いてのセッションは、田郷美さんによるそんなに理由がないデータ収集法の話です。よろしくお願いします。はい、そんなにビッグでないデータ収集法の話、ハンドリングノッツをビッグデータという話を、します。実はちょっとこの YAPC で一番大きいホールで喋るの初めてなんで、だいぶ今ちょっと上がってるんですけれども、まあ、これが YAPC ですね。はい、タゴモリというタゴモリスと言います。LINE コーポレーションという会社で、データ分析チーム、分析プラットフォームチームというところで今働いてまして、まあ大まかに言うと今日話をするようなことを毎日考えたり、コードを書いたりしているんですけれども、あと、まあちょっと有名なところでは、フレンドリーというのが、最近割と使われるようになってきて、こいつのコミュニティアップデートするんですけれども、ちょっと質問ですが、会場の中で、フレンドリーを使っている、あるいは自分のいる会社が、フレンドリーを使ってサービスをやっているという方はどのぐらいいらっしゃいますか。手を挙げて。うお、半分以上上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、なんていうかすごい、今いろいろなものをいただきまして、頑張ってパチ書こうと思います。はい、あとこれはですね、あと串さんという人に脅されたのでちょっと言うんですけれども、イスコンというやつがありまして、ぜひ皆さん出ますと超面白いです。で、僕から言いたいことは一つで、かかってこいやということですね。はい、皆さんいいバトルしましょう。はい、で、データ処理の話なんですけれども、大体ですね、全体像はこういうふうな感じになっていて、データを集めてきて、クリーンアップとかですね、パースとかクリーンアップとかをして、まあ、それを処理して、そうですね、ストリームオブシ処理の場合はそのまま処理をして、ビジュアライズする。で、そうでない場合は一旦、ストレージに溜めて、そいつを処理にかけて、で、ビジュアライズするというような、まあ、大まかに言うと流れになります。で、今日、何の話をするかというと、このプロセッシングの話をします。さっき言ったフレンド D は、データを集めてきて、まあ、あるいは、クリーニングしたり、パースしたり、クリーニングしたりみたいな部分なんですけれども、今日は、このプロセッシングの話をします。で、ですね、プロセッシングっていうのを、なんで話をするかっていうと、皆さん、結構やっぱりウェブサービスを、やっている会社の人とかですね、多いと思うんですけれども、まあ、そういう、ウェブサービスのですね、がどういうふうに動いているか、あるいはどういうふうに使われているかっていう話を、考えようと思ったときに、必ずこういうですね、データ、ログですね、ログとか、あるいは、まあ、処理の出力部分のデータを、何らかの処理にかけて、実際どうだったのか、あるいは、そこからどういう、そのデータからどういうフィードバックをユーザーに対して与えるべきかということを考えることが非常によくあると思います。で、その話をするんですけれども、そういった処理をですね、やるときに、まず最初に、大体考えるのが、まあ、ビッグデータという言葉が、まあ、だいぶあれな言葉ですけれども、そういう話が、示す通り、データのサイズっていうのが常に問題になります。で、例えば貯めておけるデータのサイズですね、トータルで、どのぐらいのデータを貯めているのか、あるいは1日にどのぐらいのデータがストレージの上に溜まっていくのかっていう話も問題になりますし、それとは別に、スループとですね、1秒間どれぐらいのデータが来るのか、あるいは1日でどれぐらいのデータが来るのかいう部分も考えないといけません。で、その他にですね、さらに、入ってくるデータっていうのが生ログ、要するに、つまり、テキストデータですね、テキストデータの1行ずつのデータなのか、あるいはもうどっかでパースされた、あるいはアプリケーションから直接投げられた JSON とかみたいな構造を持ったデータなのかっていうことでも、考えることがだいぶ変わってきます。で、その他にですね、さらに、ストアされた、あるいは流れてくるときに、圧縮済みのデータなのか、生データなのかっていうことも、考える必要があります。まあ、皆さんご存知の通り、普通のプレインテキストですね、のデータっていうのは、GZIP 圧縮すると大体10分の1、まあデータの特性によりますけど、それぐらいになるので、データサイズを聞いたときに、それが生データなのか、圧縮済みのデータなのかみたいなことを、常に気にしないと、まあ、一桁誤差が出るということですね。で、一桁誤差が出るんですけど、僕から言いたいのはですね、正確なデータのことは、正確なデータ量なんか考えるなということですね。で、正確なデータ量っていうのは、考えても必ず上下します。サービスが大きくなっても上下しますし、あるいは、生ログなのか、ストラクチャードデータ、構造化されたデータなのかでも、上下します。あるいは、スキーマの持ち、データのスキーマの持ち方などによってもものすごく上下します。で、さっきも言った通り、圧縮しているかどうかでも変わります。で、こういう細かいことをいちいち考えるのは、まあ、大体無駄なので、正確なデータ量を考えないことにしましょう。で、じゃあ何を考えるかっていうと、まあ、大体のデータサイズですね。大体のデータサイズをしかも何について測るかっていうと、1回あたりの計算処理が、スキャンするデータの量、これで考えるのが一番正確です。で、そのためにですね、皆さんが、まあ、何をどうやって、処理をするのかということを、まあ、後々考えなきゃいけないので、その話をずっとしていくんですけれども、で、まあ、この1回の計算処理が、どのぐらいのデータを処理するのか、どのぐらいのデータをスキャン、読み込んで、計算して吐き出すのかということを考えたときに、まあ、大体3つ、レベルがあります。まあ、僕の中ではですね、ありまして、1つは、ギガバイト、未満、つまり、メガバイト級ですね、まあ、1ギガぐらい、まで考えてもいいかもしれません。それぐらいの、データ量。もう一つは、ギガバイト級、数ギガバイト、数十ギガバイトから数百ギガバイト、1テラバイト、
まあ、あるいは、数十テラバイト、数百テラバイトというあたりですね。でそれ以上になると、もう1ペタバイト、もしくはそれ以上という感じになるんですけれども、まあ、超わかりやすくてですね、1つ目のですね、1ギガバイト未満のデータに関しては、まあ、もう RDBS を使えばいいんじゃないかなということで、まあ、素晴らしいデータベースソフトウェアがいっぱいあるので、まあ、大体動きます。で、FusionIO とかですね、最近そういうあのいい感じのやつがあるので、まあ、大体どんなクエリ走らせても走りますから、まあ、RDBS を使っておけばいいんじゃないかなと思います。あのギガバイトクエリあたりの スキャン量がギガバイトいかないのに、分散処理を自分でセットアップするのは、まあ、大体間違ってます。で、もう一つはペタバイト以上なんですけれども、まあ、おとなしくハドゥープを使っていきましょうということで、まあ、ペタバイト以上の人、データをですね、スキャンするようなお仕事をやっている人たちは、まあ、当然、専門家の方が多いと思いますので、まあ、そういう人たちは専門家の、専門的な知見に従って、まあ、ハドゥープをゴリゴリ使いましょう。まあ、あるいはツイッターがストームとかいうですね、ミドルウェアとか作ってますので、まあ、そういったものをゴリゴリ使うというのが正しい戦略になります。まあ、なので、ここでは、述べません。で、じゃあですね、ギガバイトからテラバイト級までの、データについて、話をするんです。まあ、これが、タイトルにあった、そんなに大きくないデータという感じですね。で、まあ、要するに僕の意見としては、これぐらいがまあビッグデータかなという感じで、まあ、こっちはそんなにビッグでないデータかなという感じです。で、これぐらいのデータというのは、おそらく大体のウェブサービスの、裏側で蓄積されているデータ量なのかなと思います。まあ、もちろんあのリリースしたばっかりでまだあんまり広まってないという感じだったら、まあ、これ以下ということになることもあると思いますけれども、まあ、だんだんサービスが膨らんでくると、まあ、結構なログ、まあ、もちろんどのぐらいどういったログをどれぐらい取るかによりますけれども、まあ、割とうっかり取るとギガバイト級になることはそんなに珍しくありませんし、まあ、テラバイト級のデータまでいくと1回のクエリがスキャンするときに1ヶ月分のデータをスキャンするということになると、まあ、1日の大体30倍ということになって、テラバイト級に届くことも、そんなに珍しくはないということがおそらくあるんじゃないかなと思います。で、これがどれぐらいのデータサイズなのかというと、1つのディスクに収めるには、あるいは、1台のサーバーのメモリに収めるにはちょっと大きすぎます。で、まあ、ディスクに収めようと思うと、まあ、入らない、例えば 1TB だったら入らないわけではないんですけれども、もちろん、その中の 1GB を読み込む処理が2つ同時に走った瞬間にディスクの性能がガッと落ちて、どっちもさっきもいかなくなるので、まあ、やるべきではないと思います。で、実際じゃあどうするのかっていうと、色いっぱいディスクを並べてそこに収める分には、まあ、数十テラバイト、数百テラバイトになっても、まあ、あんまり問題ありませんし、スループともそんな割と稼げます。で、メモリサイズで言うと、なかなかだんだん厳しくなってくるんですけれども、例えば1テラバイトの、データを処理に回すときに、まあ、最近だと 192GB の、メモリが載ったサーバーとかですね、まあ、割といろいろありますので、例えばそういったサーバーを20台ぐらいバーッと並べると、まあ、メモリに載せる。で、まあ、割と簡単な処理ならメモリ上でやってしまえるということもあると思います。まあ、なので、メモリに載せるには、処理方法とか、データサイズはちょっと考えないといけないなというぐらいの、データ規模ということになってきます。で、このデータを処理する、どういった方法で処理するかということをやっぱり考える必要があって、さっきも言った通り、処理の仕方によっては、例えばメモリに乗らないとか、データスキャン、データ量がですね、IO がきついとか、そういうことが起こり得ます。なので、まあ、データ解析のですね、いろんなやり方があって、例えば、大量にあるデータから、単に検索するだけだとか、あるいは、KPI を出すために集計をするとか、あるいは、ユーザー体験を向上させるために何らかのリコメンデーションをするとか、もしくは、なんか変な使い方をしているユーザーがいるかどうかを調べるために異常検知をやるとかですね、まあ、そういったいろんな、特性の処理っていうのがありまして、で、これを、何をやりたいのか。あなたの皆さんの手元にあるデータを使って何をやりたいのかをまずは先に考える必要があります。その何をやりたいかっていうのが、その処理自体、分散処理自体の、計算負荷の特性を決めますので、どういったアーキテクチャを使うべきかっていうのが、まあ、自動的に定まってくるというような流れになります。はい。で、さっきも言った通り、データ処理にはいろんな種類がありまして、例えば、データサイズと、それをディスクから読み込む IO の、IO が、インテンシブ、IO が、一番、ボトルネックになりやすいような、検索だとか、KPI 集計だとかですね。で、そうじゃなくて、CPU インテンシブに、あるいはメモリインテンシブになりやすいのが、機械学習だとか、グラフ処理ですね、いったものになります。で、まあ、こういったことが、何をやりたいかを決めたら、どういった部分がボトルネックになるかが、自然に定まってきますので、それに対応した、処理方法を考えるんですけれども、そういう、まあ、いろいろ処理方法によってですね、メモリ、オンメモリで全部動く分散処理プロセッサーみたいなものがあったりだとか、あるいは必ず中間状態を、ディスクに吐き出す、
プロセミドルウェアとかがあったりします。で、それぞれもちろんですね、理由がなくてやってるわけではないので、そういった特性ごとに向いている処理が、おのおの異なります。まあ、そういった部分を、見て選んでいく必要があるということですね。はい。で、分散処理プロセッシング自体のアーキテクチャっていうのが大体、全体像がこんな感じになるんですけれども、一番下に、分散、ファイルシステムですねがありまして、その上にプロセッサー部分として、まあ、モノリシックで全部処理するやつと、そうじゃなくて、なんかリソースマネジメントをやるレイヤーがある部分があったりします。で、リソースマネジメントをやるレイヤーの上に、直接クエリを走らせて処理をする部分と、そうじゃなくて、なんか分散処理自体の、ジョブのコントローラーみたいだけをやる部分があったりします。で、ジョブコントローラーの上には、そのジョブコントローラーの上で走らせるジョブを書くためのフレームワークがあったりするわけですね。で、さらにその上に、分散処理、どういった処理を行うかの、記述を行う、DSL があったりします。まあ、DSL は使ったり使わなかったりですけれども、ちょっと失礼。失礼しました。はい。でですね、このスライドは間違いで、ここですね。分散処理の処理自体を書くときに、DSL を使わない場合は、現状の選択肢は、JVM 言語ほぼ一択になります。まあ、Java とかスカラとかクロージャーとか、まあ、お好みのものをお使いくださいっていう感じなんですけれども、で、それ以外にですね、DSL を使う場合には、大きく2つありまして、まあ、SQL 系とそうでないものがありますが、基本的に、最近の新しいプロダクトっていうのは全部、SQL をサポートするように、まあ、大体作られていまして、まあ、SQL 嫌いな方、好きな方も嫌いな方もいろいろいらっしゃると思いますけれども、まあ、この辺の分散処理、フレームワークのトレンドは大体 SQL に来てるんじゃないかなというのが僕の感想です。はい。で、これは余談でして、今日話すのはこの部分、今日の話題の中心はこの部分で、ここをですね、これからざーっといろんなミドルを見ていくんですけれども、やべえ時間がないっていう感じですね。7分。はい。で、まず皆さん、すごい、有名なのがマップレデュースです。で、マップレデュースというのは、もちろんご存知の通り、Google が最初に、論文に書いたアーキテクチャですけれども、まあ、Hadoop で、サポートされている一番有名な処理で、処理をマップと、コンバインとシャッフルとレデュースという4つのタスクに分解しまして、で、これを組み合わせていくことで、分散処理を行うという、一番有名なモデルです。で、まあ、これは、シャッフルっていう段階がありまして、まあ、詳しくは説明しませんが、そこが実は、必ず、同期を要求するので、結構実行全体のオーバーヘッドが高い。で、1乗部が、走り始めてから終わりきるまでは比較的長めになる傾向にあります。じゃあなんでそんなものが使われているかっていうと、大きい会社では、まあ、プレデュースを大量に並列で実行させて、まあ、全体のスループを稼ぐという使い方をする。これが、まあ、正しいマップレデュースの使い方です。で、話をしているとですね、Hadoop の人からマップレデュースの V1 と V2 っていう話題が出てくるんですけれども、まあいろいろありましてですね、皆さんも自分の作っているソフトウェアメジャーバージョンアップしたくなることがあると思うんですけれども、まあ Hadoop の開発者もそういう欲求にとらわれてですね、V2 っていうのを作ってしまったんですね。で、マップレデュースの V1 は、ここのリソースマネジメント部分まで全部、組み込みになった、割とでっかいソフトウェアだったんですけれども、まあ V2 では、まあ皆さんもこれもよくあると思うんですけど、総結合格が行われて、リソースマネジメントを外側に出して、マップレデュース V2 っていうのは、ジョブのマネジメントとジョブの、マップレデュースの処理を記述するフレームワークのみという部分になっています。で、マップレデュース V1 のことは皆さんもう忘れて結構です。V1 を使っているとですね、まあいろいろコミッターの方からですね、なんでそんなフリームを使ってるのみたいな感じでディスられてですね、Linux のカーネルの2.6 を使ってるとかですね、Perl の 5.8 を使ってるみたいな目で見られることになりますので、皆さん気をつけましょう。はい。で、最近出てきた新しい他のフレームワークというのは、フレームワークってミドルウェア、エンジンがあり、実行エンジンがありまして、Apache Spark というやつです。アパッチスパークっていうやつは、まあ、いろいろ改良してるよっていう話をするんですけれども、基本的にはオンメモリで動く、プロセッサフレームワークで、まあ、一部、ディスクに書き込むのを、書き出すのもサポートしている。まあ、デフォルトで使うとオンメモリで使う、オンメモリで走る、フレームワークで、まあ、それに、特化した、作りになっていると言っても過言ではないでしょう。で、まあ、いろいろあるんですけれども、マシンラーニングとかグラフ処理に一応向いているというものになっています。で、もう一つはテズっていうのがあって、忘れてて、で、このスパークの、特徴っていうのは、DAG っていうものと、RDD っていうものを、使って、RDD っていうデータ、構造を DAG っていうもので処理をするというようなフレームワークになっています。で、この2つが何なのかちょっと後で説明しますけれども、もう一つ同じようなテズっていうやつがありまして、これもアパッチプロジェクトのテズなんですけれども、同じように、ほぼ同じようにマップレデュースを置き換えを狙った、実行エンジンでして、やっぱりなんか DAG っていうものを、使います。で、ただこれはどっちかっていうとマップレデュースそのものを、そのまま速くするみたいなところに重点が置かれたもので、まあちょっと狙っている部分が違うんですが、結構似てます。で、これ本当に似ていてですね、マップレデュースとスパークとテズっていうのは要するにこの、色の違う部分をサポートしているエンジンということになります。で、まあ DAG っていうのは何なのかっていうと、非循環有効グラフみたいな話が出てくるんですけれども、
これちょっとめんどくさいんですが、マップレデュース左側ですねにある場合は、複雑な処理をしようとすると複数段のマップレデュースの結合みたいになって、そのマップレデュースの、間です。マップレデュース1段目と2段目の間で必ず、ディスクに書き出すということになります。で、これは結構なオーバーヘッドがあるので、そういったものをやらずに複雑な処理を、なんか細切れになった、処理に分解した上でそれを有機的につなげようというのが非循環有効グラフ DAG を使った、処理モデルということになります。まあ、詳しくは皆さん、読んでいただきたいんですが、まあ、これで、例えば10倍速くなるみたいな話を、開発者たちはしていますね。はい。で、こういった形で、エンジンにいろいろバリエーションがあるんですけれども、基本的にはマップレデュースの置き換えるようになっていて、まあ、あんまり皆さん、意識しなくてもいいかもしれません。で、ただ、スパークとかテズがですね、新しいソフトウェアだということで、結構大きく取り上げられることが多いんですけれども、やっぱりメモリに結構依存するとか、まあ、まだ新しくて全然ベータ版であるとか、そういう状況がいろいろとあって、やっぱりマップレデュース自体の、価値は減らないなと僕は思っているので、まあ、皆さんも、基本的にですね、スパークって新しいやつがいいらしいぞみたいな話を聞くかもしれませんけれども、とりあえずマップレデュースをやってみるっていうのが正しい基本指針じゃないかなと思います。それ以外にですね、最近は MPP エンジンというのがありまして、マッシブ、パラレルプロセッシングエンジンというやつなんですけれども、実行ですね、並列実行するんですけれども、マップレデュースや、スパークやテズは基本的に、プロセスで分散して、実行するんですが、MPP エンジンの場合は大量にスレッドを生やして、そのスレッド上で一気に処理をするという、構造をとります。で、基本的にオンメモリで処理をします。で、これをやっているおかげで、最終的に処理のスループット自体は、マップレデュースほど大きくはないんですけれども、ただ一発の処理の、開始から終了までの時間がものすごく短い、あるいは、開始をジョブを投入してから実際にそれが走り始めるまでの時間がすごく短いという構造をとっていまして、これが、まあ、インタラクティブにですね、大量のログから、一部のデータだけを抜き出すみたいな処理にすごく向いています。で、これがやっぱりアパチドリルとかクラウドラインパラとか Facebook プレストとかまたいくつもあってですね、これがいろいろ悩ましいんですけれども、まあ、いろいろ、何を選べばいいのかってすごい悩ましいんですが、まあ、使いたくなったら考えましょうという感じですね。はい。で、その他にストリームプロセッシングっていうのがあって、まあ、データが要するにやってくる端からストレージに溜め込まずに次々処理をするっていうやつで、まあ、これはこれでいろいろ便利です。便利ですが、時間がないので飛ばします。すいません。で、まあ、便利なんですけれども、ものすごく大きいストリーム処理、ストリームであっても、基本的に、来たデータをその場で直で、処理するっていうのにはそんなに、コストがかからなくて、まあ、特にディスク IO がないおかげで、そんなに大規模な分散処理を、ストリーム処理に対して要求されるっていうことは基本的にはないと思います。なので、まあ、Twitter Storm とか超有名ですけれども、まあ、こういったものを使ってる人は今あんまりいないのかなと思っていますが、ストリーム処理自体は結構、いろいろ便利なので、まあ、それを、便利にするためにノリクラっていうソフトウェアを僕が作って、まあ、うちの会社でも使っているんですけれども、ちょっと時間もないのでこの話も飛ばします。で、Hadoop とは何かっていう話なんですけど、昔は Hadoop いろいろあったんです、まあ、割と単純なマップレデュースと分散ファイルシステムの組み合わせだったんですけれども、まあ、その後にですね、いろいろ組み合わさってきまして、もはや何が Hadoop なのかみたいな状態になってきまして、まあ、結論から言いますと、まあ、全てが Hadoop です。はい。で、まあ、Hadoop っていうのは Linux でいう Linux が Linux カーネルのみを示すというものではなくて、まあ、ディストリビューションとかも含めて Linux って一言で言うのとほぼ同じようなものだと思っていただければと思います。分散データ処理をする、一連のソフトウェアスタックのことを我々は Hadoop と呼んでいますし、おそらく世界的にそれは共通の認識ではないかなと思います。はい。で、それの他にですね、自分たちで Hadoop を立てる以外に、なんか、まあ、なおやりどうっていう人が、なんか、ビッグデータアザーサービスっていう、ちょっと真顔で口にするには、ためらわれることをして言っていたんですけれども、まあ、そういった形でですね、AWS のサービスだとか、Google ビッグクエリだとか、トレジャーデータとか、まあ、そういった形でですね、データを預けて、そこ預けた先の、計算資源を使って処理をするっていうモデルもあるので、まあ、必要に応じてこういったものを、検討してもいいと思います。で、パールが出てこないじゃないかって話なんですけれども、残念ながらパールはこの世界には出てきません。で、ただ、これは別にパールだけの話ではなくて、JVM もこの世界は支配されているので、まあ、皆さん諦めて支配を受け入れましょうっていうのが私の主張なんですけれども、まあ、もう一つは、仕事を便利にやるためには、もちろん僕たちが普段使っているプラットフォームと結合する必要があります。で、そのためのですね、モジュールをもちろんパールで書くっていうのは素晴らしいことだと思いますし、意外にパールのユーザーはこの世界いないので、C パンにですね、モジュール上げ放題っていう面があって、まあ、皆さんこういうことをやったときは、C パンモジュールぜひ書くといいんじゃないかなと思います。はい。で、ほぼ結論なんですけれども、まず最初にですね、何をやるべきか、何をやりたいのかをまず考えましょうということですね。で、その次に、手元にあるデータ、あるいはこれから成長する予定のデータサイズというのがどれぐらいなのかを考えましょう。で、その次に、その2つが決まったら、適切なアーキテクチャ、ミドルウェアに、要求する、制約というのが定まってきますので、適切なアーキテクチャを選びましょうというのが、まあ、大雑把な話の流れになりますので、皆さんこれを覚えてですね、データ処理がやりたくなったら、考えていただければと思います。で、まあ、最後にですね、ソフトウェアは分散処理っていうのは基本的に業務の要件に、
依存しないので、非常にオープンソースのものがよく使われています。でノウハウに関しても公開している人がいっぱいいます。なので皆さんですね、自分がどういうソフトウェアを使っていて、どういうノウハウの上に成り立っていて、で、まあ、何が問題なのか、何について注目をしているのか、そういったことを共有することで、我々のその分散処理あるいはデータ解析っていうのは、ものすごくいろんなものを共有できます。まあ、皆さんぜひそういうことをやりたくなったらですね、広く意見を募って、自分が何を考えているのか、何が欲しいのか、そういったことをぜひ共有してください。それが、僕たちの世界を良くする一つの手助けになると思います。はい、以上です。ありがとうございました。